げさんにプレゼントもらいました。こらこら小竹さんにプレゼントもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいですね。かわいいね。これね、おたけって書いてあるんだけどさ、うん、おだけ定鉄なの。あ、ほんとだ。だこの距離で見えるかわかんないけど、かわいいです。ありがとうございます。じゃあ、ありがとう。無駄の隙もないね。口なんか挟まってる。やめろやめろ。トラして、ここになんか挟まってんの。もういいよ。トラしてくれませんでした。そうですね。はい、終わろう。そっちに来た。はい、あ、ちょっと反対側の反対のお顔も流しましょうか。まあ今私そのまんまの水圧変えずにやっちゃったんですけど、あんまり、まあ、慣れてる馬はね。そうそう、慣れてない馬はちょっと水圧を弱めたりしてあげた方がいいと思います。まるちゃんはね全然平気なので、ちょっと吸って。馬系 YouTuber あるかあるかもかも、あるあるかもしれないですけど、うん、この子は大丈夫なんでって言った時にチャーンってやるみたいな。ちょっと目に入った。はい、うん、結構ここが好きっていう馬もいますよね。あ、尻尾の付け根とか好きなの。かいいかいいって言ってもっとやってくれっていう馬もいるとは思うんですけど、あの尻尾避けてくれる馬とかいますね。ヒュンヒュンっていきますよね。そうそうそう、隣に。じゃあやるかな。モロちゃんは、モロちゃんでも尻尾ここ描かれるの好きじゃない。あ、なんか今もうボーっとしてますね。もう焦点ですよ。物みたいな。物ってな。はいはい、虫がいるね。虫がいるの。虫がいるけど顔は気持ちいいの。はい、よし。これが一番あの私の経験の中では綺麗になるかなっていう。はい、もうあらゆる馬を洗ってきた。あら、いろんな国で洗ってきました、ね、そう、いろんな国で洗ってきましたから。ちょっとどやっちゃったね。すごいどやっちゃった。ちょっとプロフェッショナル風に仕上げることもできる。ここまでちょっと愉快な感じで撮ってきたじゃん。いずれやりたいですね。じゃ あこれドキュメンタリー形式の馬洗い職人みたいな。なんかね、装蹄師さんとかこう、ああいう職人系撮るとさ、なんかちょっとかっこよく撮りたくなっちゃうんだよね。はい、そうなんだよ、俺。それ前言ったじゃない、俺。すごいわかるのよ。そう、最近さ、ホーステーピングさんとかさ、うん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 、馬の靴屋さんとかさ、うんうん、作業風景撮ってたりするじゃん。はいはい。そうするとさ、やっぱりさ、かっこよく撮りたいんだよね。そう。そうするともう完全にプロフェッショナルじゃんって思って。かっこよく撮るのって技術いるんだよね。技術もそうだし、あと見せるさ、うん、編集も大変じゃん。そう。で、あともうさ、その時しか撮れない絵が多すぎると思うよ。もうなんか走ってカメラ持ってね、あの近づいていかなきゃ。で、見せ方もさ、かっこよくってなるとさ、うん、誇張しちゃったりするけどさ、やっぱリアリティってなってくるとさ、うんうんうん、バランスだよね、多分そこもね。どこまで脚色するかっていうのも難しいだろうし。長っ。交換してほしいですね。本当にちょっと交換してほしいですね。170っていいじゃないですか。死者誤入しても届かないんですけど。いいですね、体操から始めてます。素晴らしいですね。しかもあぶみ上げからですからね。やりますね、これは。JRA ですから。そうですね。弾ませたくないからクッションになりたいじゃないですか、はい、これには都合悪いんですよね、そのガチッとなってるからね。だからある程度その低配車低反動でクッションにするのかしないのかっていう使い分けができたらいいかなっていう。そうすると今背中少し丸くなるじゃないですか。ちょっとお尻弾むの減ったの分かります。気持ちいい。で、今度もう一回、前傾した軽配足を。視聴者の方にご挨拶からお願いします。はい、はい、おさむと鍋の鍋です。でもその時は別に定期的にこうやってる状態じゃなくて、うん、しっかり始めたらもう2019年かな、うん、
部屋を渡り歩いてそのばかりで、はい、疲れたなと思って校舎出たらサークル会議街です。うちに初めて来た人とか、あるいはもう馬乗るの初めてですよ、とりあえずマロちゃん乗せとけば間違いないみたいなことがあるので、初心者の人に頼もしい、すごく頼もしい馬です。なんかまた想定楽になってた。あ、本当。あの立ってられるようになったから、踏ん張れるようになったから。えらいね、ももちゃん。えらいね、ももちゃん。どうしたらももちゃんの顔が明るくなるんだよ。みんなに可愛いももちゃんの顔を見てほしい。これでどうだ。あ、明るくなりました。運動おとなしくなるね。肺は動かなくなるんじゃないか。表、これ全然動かないんですけど。今日暑いのでね、扇風機の前で放送しております。このまま桃ちゃんと一緒に欲しいものリストから届いた商品を紹介したいと思います。こちら汗コキでございます。こちらね、欲しいものリストからプレゼントしていただきました。ありがとうございます。もう開業当初から使っていた紫の汗コキがついに壊れまして、こちら新しいものですね、使わせていただいております。ありがとうございます。続きましてこちら見えるかな、コートシャイン、こちら尻尾とか用のスプレーですね。尻尾のスプレーかな。たてがみに使う人もいるけど、私はあんまりたてがみに使わないかな。あのなんか手綱と滑るみたいな、あの掴むときにね、手綱掴む時に滑りやすくなるみたいなのは言われるんです。そうなんですよ。あのオーストラリアの時にたてがみにはつけるなってよく言われました。そうそう、他は別にどっちでもいいと思ってます。しっぽにかけるやつです。これであの尻尾を溶かすとサラサラになります。ファミ、あ、そうだ、ファミ、こちらもねファミプレゼントしていただきました、はい、ももちゃん用の、前にあのももちゃんに広い馬場で乗るの時に、うん、ちょっとももちゃんにはこのファミ細いかなって言ってたじゃないですか。はいはい、太いやつを欲しいものリストに追加しておいたところ、はいはい、購入してくださいました。ありがとうございます。もーちゃんが嬉しそうに今加えました。嬉しそうではないんだよ、めんどくさそうに加えてる。前より私もごもが減った気がする。あ、そうだね、うん、やっぱりあの遊びの部分がちょっと大きすぎたからね。そうだね、それがなくなって、うん、気分が良さそうでございます。快適になったんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。どう思いますかね。どうですか、ももさん。何も考えてなさそうなんでいいんじゃないですかね。何も考えてない顔してますからね。いいですね、程よくぼーっとしてますね。非常にリラックスしてますよ。はい、やっぱりぼーっとした馬がいいですね。はい、さらにですね、ダンちゃんの厩舎のこちらの扇風機、今見えないな、ちょっと中入りますかね。こちらの扇風機ですね、今すぐにおります。こちらをね、欲しいものリストからプレゼントしていただきました。涼しいね、なんちゃん。このマロちゃんの厩舎のところにつけているのはもともとあったやつなんですけど、あともう一台届きまして、これでね、ももちゃん、マロちゃん、なんちゃんそれぞれの厩舎につけたいなと思っております。ちょっとまだ準備中ですね。ありがとうございます。あとこちらのハチアブジェットですね、この時期すごくアブが多いのでね、このハチアブジェット大変重宝しております。馬に寄ってくるアブをこちらで一撃でございます。だいぶ上がってきたな、
あの先日あのゆりさんがあのシャンプー動画撮ったじゃないですか、はい、あの時このシャンプー使ってたじゃないですか。でこれをあの欲しいものリストにね買ってくれた方がいらっしゃいます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょうどねあの少し軽くなってきたところなんで、はい、結構あの全身の時って何プッシュもするんだよね。そうだ ね。あとこの時期はたてがみを結構洗うので、そうですね、週1ぐらいでたてがみだけとかね、はい、やると首元のねベタっとした感じがねなくなるんでね、はい、そういうので結構使ってますよね、はい、なのでありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫、カビ生えてない？あ、生えてない。生えてない。生えてない。さすが。てか、そもそも変わらなくなるね、それ。そう。ラバルシェ。愛用しております。サドルクリーム。撮ってるの忘れてた。これめっちゃいいですよ。こんなにずっと雨降っててもね、カビ生えてない、こんなが。こんなに。そういうことじゃない。あ、そういうことじゃない。違うの？いや他のなってる？うん。他のなる？なる。なる？なるよ。あ、じゃあすごいわ。うん、全然髪生えてないです。でも、伝わらないと。本当？クリームに髪生えてるの伝わらないと。マジ？ちょっとね、雨なんでね、綺麗にしていきたいと思います。今朝は編集中。はい。はい。ナベさんの対談の後にさ、うん、改めてグランアレグリアのレースをいっぱい見たんだけどさ。うん。やべえなって思うよな。どうやべえの？だからあの1回目のマイルチャンピオンシップの動画見たのよ。はいはい。鍋さんがあの前に壁ができて、うん、でそれで行き場がなくてってところで、うん、歴戦の名馬たちが前壁作ってて、外からも1頭かぶせてきてたんだよ確かね、うん、外からで、それそこから最後の言ったら 100m ぐらいかな、 150m ぐらいかな、うん、外に最終的に出せて、うん、そっから2馬身ぐらい突き放してゴールしてんだけど、うん、改めてこういう話を聞いてからレース見るとまた面白いなって。すごい贅沢なレースの楽しみ方だよね。そうだね。キューウィンに聞く。実際にどういうのがあってあそこに繋がってったかっていう話がね、うんうん、聞けてね。え、何？あの画角に入っているかどうか確認しながらちょっと喋りたいことがあるの。まろちゃんのハミですね、今使っているのがこれなんですけど、2年ぐらい使ったのかな。ちょっとね、銅だからちょっと錆びてきた感じがして、口当たりもあんまり良くないんですね。若干ザラザラしてて、ちょっと錆が目立つようになってきたので、前使ってたねこっちに一旦戻してみようと思います。このハミね、これステンレスなんで、これはあの錆びたりはしないですね。これ前使ってたやつなんですけど、こっちに変えた理由がちょっとまあ馬が止まりにくかったからなんですけど、最近マルちゃんがどんどん良くなってきて、一回これに戻しても大丈夫なんじゃないかということでね、ちょっと不透明なんですけど、こっちの方がこっちに変えてみようかな。でこれでまたなんかちょっと違ったら、ハミ探しの旅に出ようと思います。雨だね、ももちゃん。ももちゃん曇っちゃった、これ。眠いな、ももちゃん。ももちゃん、ずっと雨だね。ずっと雨だね。顔がかゆいですか？